今回はダヴィンチリゾルブの機能を使って動画を自動的にシーンごとに分割する方法について解説します。シーン検出という機能を使うとシーンの変わり目を自動で識別し分割することによって複数のクリップに分けることができます。ぜひ使ってみましょう。では早速解説します。エディットページからメディアページに移動します。下のバーの一番初めのアイコンです。メディアストレージから使いたいクリップを右クリックしてシーン検出をクリックしましょう。左下の自動シーン検出を選択すると映像の継ぎ目を分析して自動的に動画を分割してくれます。カットされた場所に緑色のラインが引かれました。ギーチはピンクの横のラインを上下に動かして調節することができます。調節したら最後に右下のメディアプールにカットを追加を押すと分割されたカットがメディアプールに追加されます。では実際に確認してみましょう。きちんとカットされて分割されたクリップが保存されています。このように簡単に動画を分割することができました。これで完了です。今回はダヴィンチリゾルブでシーン検出を使ってシーンごとに動画を分割する方法について解説しました。このチャンネルではダヴィンチリゾルブでの動画チュートリアルをメインで投稿しています。次回の動画でお会いしましょう。